好評配信中のコミックキュンチューンラジオからあなたのために作った可愛い4コマ誌月刊コミックキュン最新号とキュンコミックス最新刊のお知らせです。はーい、じゃじゃーん。まずはこちら、月刊コミックキュン2月号は1月8日からテレビアニメの放送がスタートするタラバガニ先生のニャンコデイズがなんと表紙と関東カラーとアニメ大特集。すごいです。すごい盛りだくさん。ちょっと特別に見ていただきたいと思います。いいですか。もうちゃんだよ。てってれじゃじゃん。なんとですね、今回、はい、第1話の先行カットがここに載ってるんです。すごい。見せちゃうね。じゃ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 。見てこの作画の良さ。良さ。そう、アフレコもね、もう本当に順調にですね、進んでおりまして、はい、こんな風にね、もうね、まあ、シーローも可愛いし、うちのエルザも可愛いし、もう本当癒されるので、ぜひぜひ楽しみにしていてくださいね。すごい。はい。そうそう、そしてですね、なんと早くもキャストイベントが決定しているようですよ。すごい。はい、こちら、虎の穴にて、にゃんこデイズのコミックス第2巻と、この2月号を購入した方の中から、抽選で豪華キャスト陣が集まるイベントにご招待します。情報は本誌で出し込めてみてください。はい、チェックお願いいたします。はい、大空もですね、実は出演させていただくことが決定しておりまして、このキャストもすごいびっくりしちゃった。ものすごい人数でやらせていただきますので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてセンターカラーですね。はい、センターカラー。はい、コミックス1巻発売、青春のバスケ部コメディ開幕、米代和先生のチーコバスケットです。はい。そしてそしてこちらもコミックス第1巻が発売、女子高生たちの保健室おさぼりコメディ、吉部あくろ先生の先生休ませてください。はい、はい。そしてコミックス第2巻発売、全国の貧乳女子もらい泣き必死の貧乳4コマ、秘密先生のペタガールの3本です。はい、さらに4月からテレビアニメ放送がスタートする美月先生のひなこノートは、はい、テレビアニメ公式サイトがオープンしております。はい、そして PV の第1弾も公開されておりますので、そちらもぜひご覧ください。はい、そして旧2月号では、うん、キャストとキャラクター設定画を初公開しております。なんと、いや、すごいですよ。載ってます。すごいです。見せちゃいましょう。見開きでね、このようにずらめる。見て見て、ちょっとこのね、表情の感じもさ、かわいい。すごいね。4種類載ってるの。いろんな子見て、このキラキラな顔だったりとか、そうなの、わーってこうガーってなってる顔だったりとか、あ、もうかわいいね、ひなこかわいいね。そうなんです。こんな風に大特集されておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、続いて12月発売のコミックスも紹介していきます。はい、まずはじゃん、猫がいれば毎日ハッピー。1月8日よりテレビアニメ放送開始、放課後猫モフ4コマ、タラバガニ先生のニャンコデイズ第2巻です。はい、はい。そしてじゃじゃん、女子高生ひーちゃんの嫌いなものは巨乳の女、全国の貧乳女子もらい泣き必死の貧乳コメディ、秘密先生のペタガール第2巻。はい、はい。そして高校では運動部に入らないって決めていたけれど、青春のバスケ部日常コメディ、チーコバスケット第1巻、大人気イラストレーター米代和先生の初コミックスです。はい、はい。そしてそして、保健室、そこは一部の生徒たちにとって憩いの場なのだという、うん、女子高生たちの保健室おさぼりコメディ、吉部あくろ先生の先生休ませてください第1巻です。はい、はい。今月はこんな豪華なラインナップですよ。はい。それではそれでは、今月も全力でキュンキュンさせちゃうよ。月刊コミックキュン2月号と、にゃんこデイズ第2巻と、ペタガール第2巻と、チーコバスケット第1巻と、先生休ませてください第1巻を、よろしくね。皆様、新年明けまして、おめでとうございます。ということで、コミック Q の情報満載のコミック Q チューンラジオでございます。はい、私はパーソナリティの大空直美です。イエーイ。2017年の目標、
はい、後輩たちの前で失敗しないかな。できますか。そう、実はできますか。できるよ、できるよ、できるか。実はこの動画テイク2なんです。言っちゃった自分で。びっくりした。新年の挨拶私頭でしますねって言ってたのに忘れるっていう。もうだから2017年は先輩らしくどっしりと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、続きましてアシスタントの渡田美咲です。はい、私は2017年はたくさん成長して、振り子のようにブンブン振られて、私のあの人生のあれがあるんです。なんだろう、まとまってない。座右の銘ですか。座右の銘は、人生は振り子っていうのがあるんですけど、楽をしないでたくさんあの努力をしようっていうことです。そうなの。すごくなんか振り子がさ、なんかブレブレなようなイメージがあるけど、でもいろんなことにこうブン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 自分を振られて、あ、切磋琢磨していこうぜ。ブンブンブン。なんかあまりうまいこと言ったかないですね。ちょっと。次行きましょう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてアシスタントの川上理央です。2017年はより女子力に磨きをかけていきたいと思っています。よろしくお願いします。安心する。安心する。安心する。ありがとうございます。はい、アシスタントの野口ゆりです。2017年は、定期的に運動をする。ガチのやつだね。そうです、あの冷え性なんで、やっぱ運動しないと体を温める。リアリティを温めたい。本気のやつ。偉いわ。はい、はいはい、そんなコミック研究ラジオなんですけれども、はい、気になる配信日は毎月7のつく日です。はい、7日、17日、27日の3回です。しかも27日はニコニコ生放送で、動画配信しています。はい、よく、はい、視聴者参加コーナーも盛りだくさんでお届けしているので、はい、毎月7のつく日を楽しみにしていてください。はい、はい、さらに今月もですね、こちら旧本誌とラジオの連動企画を実施中なんです。やったー。じゃじゃーん、こちらのページにありますですね、はい、ここにある本誌のキーワードとラジオのキーワードに、注目していただきたいです。そうしますとですね、こちらのじゃじゃーん、夢のロワイヤル紫先生の書き下ろし壁紙をプレゼントさせていただきますよ。2つのキーワードにぜひぜひ注目してください。詳しくはラジオを聞いてください。はい、お願いします。お願いします。そしてそしてじゃじゃーん、おー、はい、視聴者参加企画からドラマ CD 化が決まったオレンジのメイドさん、ドラマ CD が3月1日に発売予定です。うわー、わたども出演します。わっちゃん頑張ってます。頑張ってます。そしてそして、はい、コミックキャンチュラジオ CD のですねボリューム3もですね、同じ3月1日に同時発売いたしますよ。はい、なんとジャケットイラストですね、バババーン、ブランドデーズのタラバガニ先生の書き下ろしなんですよ。かわいい。ちょっとまた私たちをね、こんなマジカルな感じに描いていただきまして、見て見て、耳がさ、ほら、生えてるんですよ。かわいい。みんなの特徴をね、イラスト描いてくださって嬉しい。はい、ぜひぜひチェックしてみてください。はい。はい、そして、コミックキュンチューラジオは、ニコニコ動画内ボイススタイルチャンネルにて、毎月7のつく日に好評配信中です。はい、はい、それではこのメンバーで楽しく可愛くですね、2017年もキュ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 ンとお届けしております。そう、2017年はどっしりがちょっと、そう、どっしりとね、はい、キュ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 ンとお届けしていけたらいいなと思っております。それではこれからもコミックキュンチューラジオをよろしくね。いくよ、せーの、キュンキュンキュン。来てね、来てね、お願いします。